身でいいのかもしれない。うん、父さん足湯がいいんだ。うん、でかいぞこの杉は。入らん。どれ？え、帰りまいった方がいいのかな。うん、金大臣結構きついね。きついねこれ。日々運動してないとこうなる、ね、結構あるよ。登山もいいかもね。ねえ。うん？これで。それであんた大山登るのか。登れるのか。大山のふもとで登ってる感じで。フライが高そうだ。上だ。うわ、すごい神秘的だよ、じいちゃん。うん、奥宮もあるんだって。奥宮。うん。またすすらぎを超える。すごいね、この石畳がゴツゴツしてる。限界が来てない。奥目が案外遠いんだけど大丈夫か。いいね。うん、平日でいいね。なんとなく平日。ひーちゃん本当まで息切れすごいな。えらい。絶対大勢登れんって。立派。登れません。立派。おお。すごい。神社まで 0.2 キロ6分。すいません、休憩お願いします。
そうそう。歩いてる間に。うん。ね。初めて来たよね。近いのに。ね。まつい。真ん中をちょっと外して取らんといけんね。右側を通るとか左側を通るとかっていうのがあるのかな。どうなんだろう。お元気おりんよ。これね。うん。いっぱいよ。すごいですか。すごい。神社全部。うん、大仙寺、どこなんだろう。ああ、そういうこと、ここじゃないのね。後ろもなってなって、一転そのまま一転しちゃってるし。こっち行くと、うん、種もんっていうところもあるし、これ、ここ石に掘ってあるね。見た？これ石に掘ってある。一円玉いっぱいあるけど、一円玉全部置いてこう。